傷だらけのラブソングは関西テレビ放送とメディアミックスジャパンの共同制作により2001年10月9日から12月18日までフジテレビ系で放送されたテレビドラマ主演は高橋勝則で中島美香の歌手女優デビュー作全11回ラーメン屋の店長を務める吉村康介はかつて売れっ子の音楽プロデューサーだったがある事件により 業界から追放された過去を持つ。ある日、コ介スケは、素行が荒れていた、島崎未来と出会う。未来が歌う、アメージング・グレースを聞いたコ介スケはその才能に惚れ込み、歌手としてデビューさせようとする。でもそれはコ介スケが音楽業界に復帰するということを意味する。吉村は、昔の仲間や知人を頼りに、業界復帰を試みるが、当時の上司が復帰を阻み、 未来の飛行歴が写真記事に載るなど様々な苦難が二人を襲う。しかし、人は変われるんだと強く信じ、夢に向かって突き進んでいく。ドラマ内だけでなく、実社会でも中島美香は新人歌手としてスターズでデビュー。最終話の後半では、実際に中島美香として取材を受ける映像、ポスター CD が販売されている映像が挿入されている。 歌手としてまさにスターへの階段を上ることとなった。ありがとうございます。